はい、皆さん、こんにちは。アジアジ大学対東京経済大学え学、ー、くれぐれもこれ、どっちが勝ち負けっていう話をしたいんじゃありません。えー、アジア大学と東京経済大学、それぞれ僕から見ると似てるんですよね。どっちも経済学、経営学、法学といった学部構成の社会科学系の大学です。 東京経済大学の方が戦前からの歴史ある伝統校ではあるんですがアジア大もまあ割とですね就職指導などが熱心で正直私はどっちもいいなと思ってるんですよ。でまあおそらく日東駒線あたりを考えていて平願校として東京都西部の人神奈川埼玉辺りの人がこの2校を考えると思います。今日はは優劣を論じる場ではありません好きな方へ行ってください またそれぞれの良さがありますから両方オープンキャンパスで見学してもいいと思います。今日のポイントは入試方式ですアジア大学なんですが一般入試の、えー、学会別の3教科型でベスト2というものを新たに実施するんですね。それは英語・国語もう1科目日本史探究・世界史探究政治・経済・数学などを受験した上で上位2科目で判定をするこれを経営学部以外で実施するんですね。 また東京経済大学も一般的には一般入試一般選抜っていうのは国語英語選択ですね国語と英語と選択は地歴公民数学なんですがベスト 2+ プラスといって3教科で受験した中から高得点の2教科で判定するという入試がまあ行われているんですね。なのので、一般的にはこう日東東から大大亜帝国あたりの大学を、 一般選抜の3教科で受験するつもりで勉強している首都圏の受験生多いと思いますがもしその中で自分の得意不得意があるのであればこのアジア大も東京経済も高得点の2科目で判定してもらえる入試を受けることによって合格に近づくことができる。英語外部試験利用科の入試もありますから英語が得意な人はまあそういうことをやってもいいのかなと思います。 既にアジア大学は一般選抜で入る人が52%東京経済は47%と必ずしも一般選抜で行く人ばかりではなくて今や親の時代でででではは信じられないんすすが一般で行く人は半分ですただし年内の推薦で決まる人も多い中少なくともこの動画を見ているあなたは一般三強科で行くつもりがある人。 そういう人はぜひぜひ年明けの2月の入試まで頑張ってくださいそしてもしも得意な科目にまあ得意な科目やそうでない科目に幅がある場合はどちらの大学も得意な2科目2教科で判定してもらえるよっていう情報を伝えたかったわけであとは、えー、アジア対東京経済それぞれの良さがありますから自分で見学して決めてくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたメガスなら総合型選抜 推薦入入試試、と一般入試両方の対策が可能です。大学受験で志望校に合格したい方は画像をタップするか概要欄のリンクをクリックしていただきメガスタの資料をご請求ください。